私が上司になったら真っ先に排除してやるわ。同期の女性社員は蔑むように俺を見てそう笑った。営業で結果を出せていないのは事実だし、俺はただ縮こまることしかできない。きっと俺なんてこの会社のお荷物でしかないんだろうな。だんだんと気持ちが卑屈になっていくのを感じた。俺の名前は斉藤隆、28歳、食品会社の営業マンをやっている。うちは業界最大手で、地方大卒の俺なんかが入社できたのは奇跡に近い。実際同期はみんな名門大卒ばかり。名前を言っても誰も知らないようなマイナーな大学卒は俺だけだった。そんな俺が採用してもらえたのは、入社試験でトップの成績を取ったことが一番の理由のようだ。後に直属の上司から聞いた。名だたる優秀な大学を卒業した同期たちと、地方大学出身だけどトップの成績で合格した俺。今年の新卒はなんだか面白い感じだね。ある意味異端児の斉藤くんがこれからどう伸びるか、こりゃ見物だな。上司や先輩からはそうやって注目を浴びている。さらには俺の同期からも注目が。特に葉山エリカは完全に俺をライバル視しているようで、常に鋭い視線を向けてくる。あなたがトップで私よりもいい成績を取ったなんて信じられないわよ。何か不正でもしたんじゃないの？名門卒の葉山はプライドが高く、俺が自分よりもいい成績を取ったという事実がどうしても認められないらしい。だがどんなに馬鹿にされても俺が卑屈になることはない。トップの成績を取れたのは、試験対策のために買った問題集で勉強した内容にとてもよく似た問題が多く出題されていたってだけだ。不正なんてしていないのは自分が一番よくわかっている。俺は周囲に惑わされずにマイペースで頑張ろうと思っていた。出身大学や入社試験の成績だけじゃなく、今の自分の頑張りを見てもらうしかない。俺は口がうまくないし、決して天才型ではないと自覚している。だから地道に努力するしかないのだ。自社商品について誰よりも詳しい知識を持ち、丁寧なプレゼンを心がける。事前に相手の会社の下調べは必要で、担当さんと話した内容は後ですべて細かくメモした。仕事上のことだけではなく、ゴルフが好き、海外旅行が趣味、お子さんが生まれたばかりなど、名刺にメモを貼って細かく書き留めておく。相手のことをよく知ることで生まれる信頼もあるのだと信じている。取引は会社同士だが、結局は人と人とのやりとりなのだ。そして自分の信条と地道な努力の積み重ねで、俺はそこそこの成績を出していた。ただ派手さやスピード感に欠けていることは否めず、未だ大きな成績を上げることはできずにいる。斉藤君は少し期待外れだったかな。最初の注目度にしては物足りない感じですかね。ある日、休憩室からそんな声が聞こえてきた。どうやら上司と先輩のようだ。満足してもらえるような結果を出しているとは自分でも思っていなかったが、こうはっきりと言われると正直言って傷つく。だがこれはまだいい方で、入社試験で不正をしたという噂があちこちで出回るように。本格的にやばいぞ。
なんとかみんなに認めてもらえるように成果を出さなきゃ。焦った俺は周囲の厳しい視線や噂にとても敏感になる。そこそこじゃなくて、もっとこうバーンと目立つ成果を出すためだ。それまでの自分のやり方を崩し、性急に結果を求めた。しかし、焦った俺はそこそこの成績すら出せなくなってしまう。一方、強気な態度でガンガン商品を売り込む葉山は、好調に成績を伸ばしている。さらに自分に自信をつけ、結果が出ない俺のことをこう蔑んだ。低学歴が不正したところでどうせこんなものよ。結局本物にはかなわないってこと。俺が何も言い返せずにうつむいていると、いい君と高らかに笑い、ヒールをカツカツと鳴らして去っていった。さらに勢いに乗った葉山は営業成績をどんどん伸ばし、20代の若さで昇進が囁かれるように。俺はというと、相変わらず自分のやり方を見失い続け、営業成績はとうとう最下位にまで落ちてしまった。葉山は俺を見かけるたびに嫌味を言って、取り巻き連中と一緒に俺のことを嘲笑う。これ以上会社の足を引っ張るなら首よね。私が上司になったら真っ先に排除してやるわ。結果を出せていないのは事実だし、俺はただ縮こまることしかできない。きっと俺なんてこの会社のお荷物でしかないんだろうな。だんだんと気持ちが卑屈になっていくのを感じた。そんな折、部長に呼び出されてこう命じられる。明日からしばらく葉山の営業に同行しろ。彼女から学んでいろいろ参考にさせてもらうんだ。これを聞いてあからさまに嫌な顔をした葉山。斉藤君に私のやり方が真似できるとは思わないけど。まあ自分の無力さを改めて知るいい機会になるかもね。そう嘲笑する葉山に、よろしくお願いします。と頭を下げた。当日、葉山は予想以上に強気で営業に臨んだ。自分よりも立場が弱い相手先に対して少しも条件を譲らない。相手が目上にもかかわらず、脅すような素振りを見せる。うちが業界最大手ってのは知ってるよね。オタクと取引しなくても、取引したいって会社はいくらでもあるわけ。そして、とどめとばかりに目を光らせてダメ押しをする。オタクはうちの代わりは見つけられないと思うけど、本当にいいわけ？相手の痛いところを的確につき、こちらが望む条件をすべて飲ませた。相手先の担当者は苦虫を噛みつぶしたような表情で立ち去る葉山を見送る。俺はペコペコと頭を下げながらその場を後にした。その後、俺は葉山に恐る恐る忠告してみることに。あの態度はさすがに。ここまで行ったところで前を歩いていた葉山が振り返って俺に噛みつく。ねえ、誰に言ってるわけ？まさか営業成績最下位の斉藤君が今月トップの私にじゃないわよね。そう凄みを聞かされ、俺は黙るしかない。葉山は入社当時から強気なところがあったが、最近ではさらに態度が尊大になっているところがある。しかし今や飛ぶ鳥を落とす勢いの葉山を誰も注意することなんかできない。それから俺は葉山の営業に同行し続けたが、どの会社にも
同じような態度をとっている。辛口というには程が過ぎているような葉山の営業スタイル。これが正解だっていうのか？俺は疑問に思っていたが、口を出せばまた激怒して怒鳴られるのは分かっている。黙って粛々と後をついていくだけになっていた。そんなある日、仕事帰りに後方から葉山らしき悲鳴が。俺たちはたった今別れたばかりだった。慌てて駆けつけると、葉山が柄の悪い連中に絡まれている。葉山、大丈夫か？今警察を呼んだから、この辺りの巡回中の警察官がすぐに駆けつけるって。とっさに思いついた嘘だったが、連中はさっさと退散。葉山は真っ青な顔をしてガタガタと震えていた。それからは怯える葉山を俺が送り迎えすることになった。何かあっては困ると俺から申し出たことだ。なんであんたみたいな不正野郎に。最初こそそう不満を漏らしたが、実際一人では心細かったのだろう。俺のそばを離れなくなっていた。葉山と二人で過ごす時間が増えた結果、彼女は俺の仕事にも口を出すように。あんた、こんなにいいプレゼン資料を作っているのにもったいないわよ。もっと自信を持ってガンガンやりなさいよ。俺が作った資料を見て、そう褒めてくれた葉山は、少し気まずそうにこう言う。試験結果、まぐれでも不正でもないわね。変な噂を流してごめんなさい。それから俺たちは、わだかまりがほどけて、一気に仲が深まった。仕事帰りに食事に行ったり、葉山がアドバイスをしてくれるように。すっかり俺にはガードを下げて接してくるように。そして自分のこともよく話してくれた。彼女は常に親から期待され、いつでも一番でいることを望まれていたらしい。だから入社試験で俺に負けたことが悔しくて、たまらなかったみたいだ。しかも無名の地方大学出身の俺に。斉藤君のことはずっと目の敵にしていたわ。でも誰にも負けないようにって必死になりすぎて自分の成績におごり高ぶっていたかもしれない。目の前でそう語る葉山は、営業で見せる強気なあの様子とはまるで別人のようだった。俺の前でだけ見せる、そんな素直なところが可愛いと思うように。そんな折、葉山はまた柄の悪い連中に絡まれた。葉山、逃げるんだ。俺は身を挺して彼女を守り、なんとか逃がすことに成功。その結果、俺は腹いせにボコボコにされ、遠のく意識の中、パトカーのサイレンを聞いたような気がする。目を覚ました俺が最初に見たのは、病院らしき場所の天井。そして、心配そうに覗き込む、葉山の顔だった。気がついたのね。本当によかった。葉山は泣きながら、俺に抱きついてきた。あの後、葉山がすぐさま通報し、警察官が数人駆けつけて連中を一斉逮捕。捜査の結果、以前葉山が横柄な態度を取った会社の社員に、はした金で雇われていたことが判明した。数日後、退院して出社した俺は、
また部長に呼ばれた。斉藤君には災難だったが、無事一件落着してよかった。今後は葉山さんの営業に同行しなくていいよ。葉山から、これ以上迷惑をかけられないという申し出があったようだ。さらに葉山は別の部署への異動願いも出していた。今までの横柄な態度や思い上がりを反省するために一からやり直したいと思っています。自分勝手なお願いですが、どうか許可をいただけませんか？自社の社員が襲われて入院するほどの怪我人まで出てしまったとなっては、会社が何もしないわけにはいかなかったのだろう。葉山の異動は異例の速さで認められた。部署が離れた葉山とはフロアすら違う。顔を合わせることもほとんどなくなり、話す機会なんてゼロに近い。だが、俺には落ち込んでいる暇なんてなかった。葉山にもらった数々のアドバイスを生かし、結果を出していた頃の営業方法と融合させる。自社の商品を詳しく丁寧に説明すること。相手の担当者さんと信頼関係を築くことに加えて、自信を持ってアピールするようにしていたのだ。すると、以前とは比べ物にならないほど成果が出始める。俺に足りなかったのは自分に対する自信。おどおどと自社製品の良さを語っても、なかなか響かなかったのはそのせいだった。それからは面白いように売り上げにつながり、俺はその度に葉山のことを思い出す。こんな俺に自信を与えてくれたのが葉山だったから。俺、葉山のことが好きだ。自分の気持ちにようやく気づいた俺は、思い切って彼女を食事に誘った。いろいろお世話になったのに、ちゃんとお礼ができていなかったから、今日は私のおごりだから、何でも好きなもの注文してね。そう言いながらメニューを広げる葉山に、俺は姿勢を正してこう尋ねる。よかったら俺と付き合ってもらえませんか？その言葉に一瞬固まった葉山は、次の瞬間、号泣し始めた。ヒックヒックとしゃくり上げながら、止まらない涙を拭う。斉藤君は、私のことなんて嫌いだと思っていた。嫌な思いもたくさんさせたし、トラブルにまで巻き込んで、怪我をさせてしまったし。俺は、慌てて、そんなことないよ、と否定したが、葉山は、泣きながらこう続ける。一緒にいるうちに好きになっていくのが分かったけど、そばにいたら迷惑かけるだけだって。だから、あえて離れたの。葉山の気持ちが分かっていた俺は、彼女に答えを催促する。で、俺との交際については？いたずらっぽく笑った俺に、葉山もようやく、笑顔になってうなずいた。もちろん、OK に決まってるじゃない。それから交際がスタートし、葉山は俺の彼女でもあり、営業の師匠でもある。今まで自分が培った営業ノウハウを惜しげもなく俺に伝授してくれた。営業トップだった私のアドバイスがあるんだから、結果を出さないと許さないわよ。彼女の指導は今日も手厳しく、営業ロールプレイでは、そんなんじゃダメと手厳しいダメ出しが続く。今月のノルマは部内ノルマの倍だからね。そうやって高いゴールを設定され、内心うへえと焦った。ビシッと背筋を正してから、精一杯頑張ります、と
敬礼する俺に、葉山はとびっきりの笑顔を見せてくれた。そうよ、私の自慢の彼氏なんだから頑張ってよ。彼女の期待を裏切るわけにはいかない。俺はこれからも努力を怠らずに頑張っていきたい。